どうも、神父です。やっほー、お久しぶりです。出たなんか出た。先日インスタの方でのストーリーで質問を募集して、何か質問がある方どうぞって言って、なんかどこの民族やねんみたいな、なんか不思議な格好してましたけどあれ僕ですね。お寄せいただいた質問をチームに渡してランダムに選んでもらったっていうのに答える回ですね、はい、じゃあ順番にいきましょうか。はい、じゃあお願いします。はい、何歳になりましたか？41歳です。最も神を感じた瞬間はいつですか？急に深い、ね、何歳になりましたかからの僕は親が信者の僕子供と幼児洗礼、子供の頃の洗礼なので、変な話、物心ついた時からこの世界がまあ当たり前にあって、神様をものすごく感じたのは、まあ、はっきり一個あるのは18歳の時に中風呂っていう、中高生の合宿、3泊4日の合宿に行った時ですね、200人ぐらいの3泊4日の合宿だったんですけど、当時高校3年生ですから、すれまくってるわけですよ。こんなもん、なんか神なんかいねえだろみたいな。子供の頃から当たり前にある世界を疑ってるし、それはなんかすごいダサいみたいな、そこに魅力を感じられずにいた。ところが、無理やりこう連れてかれて、何と形容してよいかわからない空気があったんですよ、そこにね。とにかくみんないいやつだっていう、嘘だろ、そんな世界あんのかみたいな。連れてましたから、その目で見たものとか、手で触れたものとか、それしかもう信じねえみたいな。なんだよ、神とか、わけわかんねえって思ってた。ですから、みんなが無条件に受け入れてるみたいな、でかつお互いをすごく尊重し合って受け入れ合ってるみたいな、3泊4日で、それも初めまして、こんなにいいやつだったらみんなやばくねみたいな、世の中どうやって生きていくみたいな、なんかそんなことを思った気がして、でこの空気感とかこのムード、人がやろうと思ってできることじゃないな、これ 神の技だ、神が作ってるんだ。そこで初めてものすごい、その人を超えたものがいて、それが確かに働いているっていう、まあ、直感みたいなものをその時に持った、それが神を感じた瞬間だったんじゃないかな。ちなみにそれの、その中風呂っていうのはそこからずっと続いていて、僕今それの責任者をやらせてもらってるので、本当になんかそれすらも、そのシナリオも神が書いたとしか言えないシナリオだなと思っています。中学3年生から高校3年生の信者であっても信者でない友達も、もしこれを見ている方がいたら、2泊3日です。もう、3月27、3月28、3月29、私責任者でやってます。倉敷の、精神学院という場所で、開催させてもらいます。だいたいね、去年だったら80人近い応募があって、今年ももう先着で応募が埋まっちゃうだろうなっていう大激戦なんですけど、もし興味がある方は直接連絡してもらったら何とかしてねじ込みますので、連絡してください。ここまで多分出ないけどねって、はい。ワンピースで好きなキャラは？ウソップとルフィです。ウソップはもう、みんな好きだと思うけど、弱くて好きですね。非常に人間らしくて好き、嘘つきながら逃げながらなんとか、仲間についていってる感じも好きで、ルフィはもう本当に太陽のようにいつだって明るいってい う、まっすぐで純粋で無垢で何の陰りもないっていういわゆる人間っぽいウソップと、本当もうそんな存在いたらもうそれはほぼ神なんじゃないかっていうルフィと、両方が好きです。はい、ユーピーと近況報告会を開きたい、大阪に来る予定がありますか？開けるんじゃないですか要するに会って遊ぼうっていうことなら、連絡くれれば、時間と場所さえあれば、可能です。ちなみに大阪に行く予定はありません。一番近くて兵庫かな、あとは滋賀に行く予定があって、まあ、ご連絡くださればと思います。はい、はい、
日本の方々もミサの時にベールをかぶりますか？ああ、わかんないな。うちの教会で、ハンマーだとマスダの教会でベールかぶってる人はいないけど、うん、でもベールが禁止なわけじゃないし、かぶってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですか。ただそんなに多くないと思います。もしも神父様にならなかったら何のお仕事をしたいですか？前もでもこれ言ったよね、料理人になりたいって言ったと思うんですけど、まあ料理人もいいなと思うんですが、でもまあ本当に大変そうだっていうのもあって、すごくリスペクトして、日々研鑽みたいなのにやっぱり憧れますね。いつも神父として心がけていることは何ですか？なるべく明るくいたいと思っています。明るくて爽やかで軽やかだったらいいなと思ってます。なんかそれってひょっとしたら逆っていうか、もうちょっとこう落ち着いて、どっしりしていての方がいいのかもしれない。まあよく言われる、チャラみたいなのよく言われるんですよ。そういうもんなんだろうって思ってますけど、でもまあチャラいけどなんかあるよねって思ってもらったらいいし、僕ずっとそれでやってきてるんで、おかげさまで。この人の一つの側面、持ち味なんだと思ってもらって、神様がそれをどう使うんだろうかみたいなのは 僕も見ているし、皆さんもなんか楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思いますね。でもなんかそうじゃなかったらこんなチャンネルやってないどっしりと構えた人が神父です、 YouTube を始めますバカしてるやん、こんなもう分かんないけど、でもそういう人はやらないし、だったらこのチャンネル存在してないわけで、とすれば明るくて爽やかで軽やかであるっていうのを標榜してるやつがでありたいっていうのを標榜してるやつがいて成立してるわけじゃん。本棚の端でいいんで、はい、いさせてくださいみたいな気持ちはね。だから大事にしてることはそのことですね。明るくて爽やかで軽やかであるっていうこと。好きなファッションブランド？まあなんかいろいろあるかもしれないけど、最近のところで言うと巡礼たくさんね、見ていただいた方いらっしゃると思うんですけど、巡礼の時に着ていたのはナイキのねランニングウェアですね。なんかもうあんまトレッキングとかも普段したことないし、どういう格好して行っていいか分かんなかったんで、もう普通になんか昔から持ってる、なんか走ろうとか思った時期があって、昔にそれの時に買った、7、8年前に買ったナイキのランニングウェアを、着てましたね。で靴はホカっていう、これもなんかトレッキング用なのかランニング用なのかどっちにしようかって悩んでて、買う時に一応ランニング用にしましたね僕はね。まあ、正解だったかどうか分かんないけど、でも無事に歩き切ったという意味ではまあ良かったんじゃないかなと思っています。まあ、すごい好きっていうよりも必要だから買ったものの、ブランドはそこだったよ、ナイキとホカってやつだったよっていうことです。ちょっと近い人なんですけど、はい、巡礼だと思うんですよね、はいはい、靴の替えを持っていきました。ああ、持っていった。合わなかったりとか、すっごい濡れてさすがに履けないとかなったら、もうその時は出そうと思って、結局そうならなかったので、一足、そのホカの一足で、乗り切りましたよね。今回の旅を通して何が大切だと感じましたか？巡礼の旅のことで言えば、やっぱりこう毎日ここまでっていうゴールが決まっていること、それを繰り返していくと大きなゴールに至れるということ。まあ宮内神父さんのおかげで、その764キロを34ステージに分けて歩む工程っていうのがあったんですね。なので今日はここからここまで、明日はここからここまでっていうふうにこうきちんと区切っていったっていう。でそれは朝起きて今日はどこどこまで歩くぞっていう、でこの分かりやすい区切り方と目標があることで、すごく気持ち的にも身体的にも良かったんじゃないかなと思うので、今現実に置き換えられるとすれば、遠い目標、大きな目標とそれに至る小さな目標、毎日の目標、ステップみたいなものをすごく明確に、設定した方がいいなっていう気がしています。逆算してね、
ぼっち飯の動画を上げる予定がありますか？ほう。ぼっち飯ファンが。ぼっち飯ファン。子さんだね。ぼっち飯はですね、なんと編集をゆうすけがやってまして、企画も編集もゆうすけなんですね。なので、あの人がその気にならないとなかなかね、その気になってくるね。まあまあまあ、もちろん僕も作って食べるっていう、でそれ撮るって一人でねやんなきゃいけないんで、まあ、それなりにあれなんですけど、まあでもそのうちまたエクストラでなんかするかもしれないですね。特別版みたいなことでね、うん、なんかあの人と一緒にいる時になんか一緒に撮って一緒になんか食べるみたいなことしたら、まあぼっち飯にならないけどね。まあまあちょっとでも考えます。ありがとうございます。嬉しい。もし別の教会に行くことになったらどこに行きたいですか？おお、神父別に転勤族なので、今の教会が 5,6 年っていうちょっと長くいますけど、でもその前僕1年だったし、行けと言われたところに行くので、そうだな、どこに行きたいか考えたことないですね。どこでもいいです。僕は広島教区の主催なので、広島教区っていうのは中国地方がエリアですから、その間でこう転勤するんですけど、司教様からあっち、あどこどこの教会に行ってくださいって言われたら、ハワイと言っていくだけですね。巡礼中、荷物はどんな人が運んでくるか、次の宿まで運んでくれるのですか、うん、車で運ぶんですか？巡礼者の荷物を運ぶサービスっていうのはもう当然あってですね、その前のルルとの1週間が ツアーで行く1週間、大西十字神父と行くルルとなんとかなんとかツアーっていうツアーを1週間くっつけてたもんで、その荷物もあってちょっと荷物が多かったんですね。でやっぱり初日歩いてこれまずいと思ってですね、早々に荷運びサービスみたいなものを使おうと決めて、半分とは言わないけどかなりの人がそれを利用していて、自分が泊まったその日の宿、朝出る時にバックパックを置いて、でそこにこう封筒みたいな、もう 業者の封筒みたいなのがあって、それにこう名前と電話番号を書いて、で6ユーロなら6ユーロをその中に入れて、バックパックがそこに7、8個バーって入り口に並んでいる、そこにドサッと自分のも置いて、でバー行って行って、その日歩き出すと自分が着くくらい、だから2時とかにはその行きたい宿に、バックパックがもう置いてあるっていう状態いいですね。でそれを、あこれ僕のだよっていうのを言って取っていくみたいな、そういうサービスがあって、でそれを利用しました。なのでもう全然車です。教会に行ってみたいけど怖くて行けないです。行っても馴染めるか不安です。わー、もうちょっと、もうちょっと具体的な話聞かないとちょっと答えようがないけど、馴染めなかったらやめたらいいんじゃないかなって思います。まず今のだけ聞いて何か言えって言われたら、そうだな、だから馴染めなかったらやめたらいいから、一回行って馴染めるかどうか見てみたらいいんじゃないかな。もしお近くの市町村があればそこにもあるし、一回行ってみて、これちょっととてもじゃないけど無理かもって思ったら、引き上げてくればいい。その時また相談してください。はい、はい、インスタグラムの DM でお答えしますから。大西神父様はまかないさんが来てほしいと思ったことはありますか？ほう、自分のご飯、食事のお世話をしてくださる方とか、下手したらハウスキープみたいなことをしてくださる方のことを言って、かつてまかないさんが教会にいるっていうことが多かったんですね。もはやもうその名残だと僕は思ってるけど、そういう方がいらっしゃる教会がある、もしくはたくさんで住んでらっしゃる神父様が 4,5 人で一緒に共同生活をしてるとか、まあ、3,4 人で共同生活をしてるところはまかないさんがいるとかね、なんかそういうもう今や限定的だと思う、いる教会の方が珍しいんじゃないかな。僕の知っているこのエリアにおいてはまかないさんがいる教会の方が少ないと思うんですね。で僕も、2つの教会を今見ていることとか、あとなんかこう出てって、する仕事、そういうことも結構あるので、逆にいてもらってもそこで
じっと食べれる日が少ないんじゃないかなと思うから、その必要性を感じたことはないですね。うん、なんか申し訳ないことの方が多くなりそうな気がして。信者です。教会に行かなくなって早半年、教会に行かなければいけないという呪縛が苦しくて、でも教会とはつながっていたいというジレンマがある。信者の人たちはいい人たちでなんですけど、時々こう距離の近さに息苦しさを感じることもあります。まあ、教会との距離の保ち方っていうことが、まあちょっとお悩みの感じになっている。なんか聞いただけだからだけど、行かなきゃなんないというのが呪縛ですって言ってる。呪縛と言っておられます。そうですね。もうやめたらいいよ、行かなくていいです。まあ、強制されていくものでもないです、ね、そうなの、うん、強制されていくものでもないし、なんていうかな、同調圧力によって行かなければならないものでもないっていう意味なので、自分の全く自由な意思で、全く自由っていうのはすごく難しいんだけど、今日朝起きて、あ、いい子っとって思っていけばいいんですよ。思い切って行かなくても神様から愛されてるって信じてみたらいいと思います。行かなくても愛されてる、絶対愛されてる、絶対愛されてる、行かなくても。あんまりね、神父だから行かなくていいとか行っていいかどうかわからないけど、でもな、一回行かないを存分にやってみてください。その行かない間も神様が自分のことをたっぷり、それまで以上に愛してくださってるんだって信じて、一回行かないを存分にやったらいいんじゃないかな。まあ、さっきもあったけど、教会、別の教会に行ってみるとか。まあそうだね、そういうのも一つ手かもしれないね。何かその距離感ってことで言えばね。まあでも行きたいんだろうな、本当はな。そうなんですよね。行きたいけど、この状況では難しいって思ってらっしゃると思うから、でもね、勇気出して行かなくても大丈夫よって言ってあげたいですね。今回は以上です。はい。長々喋りましたね。そうですね。これが何分の動画になるんでしょうか。楽しみですね。40分近くで回してますね。はい。だいぶあれかもしれないですね。ミカチンが大変なやつかな。すぐ2回に分けますから、はい、うち。どうなんですか、エリさん、近況は。近況はですね、そうですね。私もちょっと最近仕事がですね、忙しいとまではいかないんですけど、4月に入社しまして、3ヶ月間のこう研修期間があったんですよ。まあそういうものなんだね。同、はい、期のメンバーがこう同じ、ね、会議室みたいなところで集まって、それが7月の頭からやっぱ配属がもう決まりまして、全員バラバラになって、そのお店、その店舗にこう1人とか、ポンと飛び込んでいって、まあ、揉まれていくっていう感じなんですけど。まあ そうですね、そういうのがこうやっぱあって、まあ、なんかこう自分でやっていかなきゃみたいな、はいはいはい、今度からはやっぱり自分は自分のことってなってきて、まあ、どんどんこう教えてもらってやれることも増えていって、まあ、やりがいももちろんありますし、どんどん頑張っていこうっていうところを。そういうタイミングな、はい、夏の終わり、夏の終わりですね、はい、で9月からはちょっと忙しいみたいな、っていう感じになってて、楽しみもありつつ、ちょっとお仕事の研究でした。いや、でもね、まあ頑張ってやってるんで、すごくなんか、3年間か、丸3年間大学の間、ね、関わってきたこちらとすれば、わー、巣立っていったし、まあ巣立っていってもこうやって一緒にあの YouTube やらせてもらってるから、僕はなんか、すごくありがたいなと。社会人としてどんどん活躍して、はい、楽しいハッピーな社会人ライフを送ってほしいなと思ってるんだけど、まあ、YouTube のこともね、時々、でも時々じゃないんだよな、2週に1遍上げるとなると結構な頻度で、この YouTube のことも考えなきゃいけないってことになっていて、いつもありがとうございます。いや、楽しいです。ありがとうございます。そう言っていただけて何よりです。きっと皆さんも、あなたたち、エリとミカのこと
死ぬほど応援してくださっていることだと思います。まあいないもんだって、こんなね今時ね、こんなのなんか無償で手伝ってくれる若者本当にいないですからねありがたいですよね。なので、あの引き続きこのチームでよろしくお願いしますということ。はい、これからもなんかこう質問もね、こう視聴者さんっていう言っていいのかな、はい、皆さんもこう一緒に YouTube 一緒に盛り上げていけたらなっていう感じで応募したりするんで、あのなんかあったらね答えてくれればなと思います。はい、ではありがとうございました。またね。バイバイ。じゃあねー。